ミステリーサークル上空に現れた UFO。 我々は UFO の撮影に成功したと同時にサークルと UFO の関係も解明したと思っていた。しかし我々のもとにとんでもない情報が舞い込んできたのだ。ここで注目したいのは、ミステリーサークルが一晩で作られてしまうということだ。複雑な麦の倒れ方、倒れても成長し続けているという事実、そしてそれを利用して巨大な図形をわずかな時間で完成させるのである。一体ミステリーサークルはどうやってできたのだろうか。しかも芸術的な図形を描くことは全くもって不可能である。混迷するミステリーサークル研究。しかし倒された麦から意外な事実が判明。サークルの外と内部の麦にある植物異常が見られるというのだ。研究者たちはミステリーサークル内部の麦を採取。その麦を細胞の単位まで細かく砕き、構造を詳しく分析してみた。その結果、驚きました。現代の科学では信じられない結果が出たんです。サークル外の通常の麦とサークル内の倒れた麦とではその細胞組織が明らかに変化してます。さらに驚くのは、6週間ぐらい経つとサークル内の麦は通常の細胞組織にまた戻ってしまうんです。何らかのエネルギーを受けて細胞組織が変化してるんでしょうけど、そのエネルギーの正体は今の科学では分かりません。芸術的と言っていいほど複雑である。これらの模様が自然現象によって作られるとは信じがたい。やはり高度な知識を持った未知の生命体によるものと考えた方が自然なのではないだろうか。しかも何度も言うが、この芸術的な巨大図形はわずか一晩、いや数時間で突如発生する。さらに形成される場面を見た人間は誰もいないのだ。しかし我々はこのミステリーサークルが発生する瞬間の VTR を入手したのである。じっくりとご覧いただこう。夜が明けようとする直前、麦畑の上を UFO が現れた。その直後、その旋回に合わせるかのようにミステリーサークルが発生したのだ。やはり宇宙人の仕業だったのか。わずか数秒間の出来事である。これなら一晩のうちに麦畑に忽然と現れるという事実にも納得がいく。その力は人類の科学をはるかに超えたエネルギーなのであろうか。もしミステリーサークルが宇宙人からのメッセージとするならば、一体どんな意味を持っているのか。何を伝えようとしていたのか。それは人類の未来に向けた警告だったのかもしれない。
最近のミステリーサークルは数百メートルもあり、描かれた図形は芸術的と言っていいほど複雑である。これらの模様が自然現象によって作られるとは信じがたい。やはり高度な知識を持った未知の生命体によるものと考えた方が自然なのではないだろうか。しかも何度も言うが、この芸術的な巨大図形はわずか一晩、いや数時間で突如発生する。さらに形成される場面を見た人間は誰もいないのだ。しかし我々はこのミステリーサークルが発生する瞬間の VTR を入手したのである。じっくりとご覧いただこう。